グゲ遺跡前景、2012年グゲ王国、または、古格王国は、ドバンの王族の一部が、西チベットで建国した王国。グゲ王は荒廃した、仏教再興のため、当時の仏教先進地域カシミールへ、留学像を派遣。カシミール様式の寺院建築、壁画などを導入した。聖冠のんぼ殺像、グゲ王国、11世紀前半。 フリーア美術館、ワシントン D.C. トバンのティソンでツェンガドスすると、トバンは、急速に衰えていった。ランダルマ王の息子ウースンはチャンを支配していたが、ウースンの子、ペルコルツェンが暗殺されるとその子は、西チベットに逃れ、ガリーの丸ゆる、プラン、グゲといった谷に住み着いた。10世紀、グゲの首都、サパランは、石灰室の岩壁に守られた、要塞都市であり、 仏教の中心の一つとなった。当時の王これは王位を捨てて仏門に入っている。なおザパランは要塞都市なので、中心都市は 18km 東にある道沿いの都市、トリンである。グゲ王国は11世紀には分裂して衰えるが、1042年に、インドのビクラマシーラ大学の高想はティーシャを昇平。アティーシャの教えはカダム派を生み現在のゲルク派の源流となった。 こうした活動により、再び、チベット仏教が栄え、ピアントンが石窟群が築かれた。現在も、グゲ王国の中心的都市として繁栄した、ザンダー付近には、石窟壁画が残っており、北インドの影響が見て取れる。14世紀にはナンをととして復興されている。15世紀には、ナムギエルデが王となり、ザパランに王宮を作って、再び首都をこの地に戻した。 現在残っている、グゲ遺跡のほとんどはこの時のものである。1532年、グゲは、ムガル帝国初代皇帝、バーブルのいとこであるミールザー・ハイダル・ドゥグラト将軍、率いる、イスラーム軍の攻撃を受けるが、近隣国のブランド王様にほとんど抵抗することなく、イスラーム軍は、中央チベットにまで遠征している。もっともチベットが、難航の地であったこともあり、 その後この軍はカシミールに向かっている。1624年、ポルトガル人のイエズスカイ氏、アントニオ・デ・アンドラーデとマヌエル・マルケスはインドからグゲ王国を訪ね、グゲ王に還元されている。1630年にラダック王国に征服されて、グゲ王国は滅んだ。独立国として滅んだ後も、南高の地であるグゲは王国としての体裁を保った。 1647年にラダック王が亡くなると、グゲは間もなくチベットの管轄下となった。この時までイエズスカイは活動を続けていたが、1652年に弾圧されてチベットを去っている。1841年には、いわゆる清シ祝戦争の際、祝王国のゾーラーワールシング将軍の攻撃を受け、遺跡の破壊を受けている。 清志、祝戦争自体は、ゾーラーワルシング将軍が戦死し、チベット軍はラダックにまで乗り込むが、そこで敗れて、ラダックチベットの協定が結ばれることで終結している。ありがとうございます。